歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん、長女の麗華ちゃんが亡き母小林真央さんの遺品身につけ卒業式。市川團十郎。歌舞伎愛の市川團十郎さんが SNS を更新。4代目市川ボタンこと12歳の娘麗華ちゃんの小学校卒業式に出席したことを報告。2017年に亡くなった妻小林真央さんの遺品を麗華ちゃんが身につけて式に臨んだことを伝えた。まずは最後の小学校のタイトルで SNS を更新。團十郎さんが麗華ちゃんと手をつないだ写真を添え、長かったよね、でもあっという間と小学校の卒業式の日を迎えたことを報告した。引き続き卒業式一部終わりのタイトルで SNS を更新。終わりました、感動した、これから家戻り着替えて2部へ、コロナ禍が終わり保護者の方々も本気な世界です、そこにも心打たれます。最後に爆睡してましたのタイトルで SNS を更新。さあ行こう、遺品のままの靴で初めて出かけてみようの内容で締めくくった。ファンからのコメントは、足もママの靴が履けるサイズになったので、心も体も一日一日成長していってる。感慨深いです。たくさんの思い出を作った小学生生活最後の日、先生方やお友達とご家族の方々の輪の中で、パパと一緒に楽しく過ごせたね。天国のママもずっとそばにいてくださったね。最高の思い出となった卒業式。一生の大切な思い出の宝物ね。改めて麗華ちゃん、小学校ご卒業おめでとうございます。市川團十郎さん、長女の麗華ちゃんが亡き母小林真央さんの遺品身につけ卒業式へ。市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。